皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、めちゃくちゃ暑いです。朝一でですね、作業しようと思ったんですが、子供たちのプールが始まってしまいまして庭先プールがですね、土下座してちょっと監視で見とかなかったんで、あっという間にこんな暑い時間です。で、今日はですね、竹や掘りたいんですけど、どうしても最優先でやらないといけないのが庭の除草剤巻きでございます。まあ伸びる伸びる。ちょっとね、草刈り機がね、入らないとこ、入れないエリアがうちにはあるので、ちょっとそこの除草剤を巻いておきたいと思います。もう楽しみさんが薬作ってくれてます。コメントを以前いただいて、何の薬使ってますかっていうことだったんですけど、よくわかりませんすいませんまあなんとなく枯れればいいかなと思ってます。前回ちょっと反省点としてですね、どこ巻いたかわかんなくなるっていうところがあったので、できるだけ順番にこうなだらかじゃねえな、こうなんていうかな、隙間なく、ここ行ったらこの隣、ここ行ったらこの隣みたいな感じで、だね、あそこもあるっつってね、巻いてったらね、あれ、こうどこ巻いたっけってわからなくなってきたので、順番にこう巻いていきたいと思います。はい、ということで緩い内容ですけど、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで頑張ります。バトルさんのね、これからって頑張ります。はい、今こんな感じですね。まあまあ、前回枯れたとこと、やっぱ枯れてなかったとこと、ちょっと差がありました。根元からかけた方がいいのか、上からかけた方がいいのか、この辺でもしゃもしゃしてたから根元にバーってかけたんですよ。こうね、根っこのとこに突っ込んでシュッ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 したけど、割とそっちの方が枯れてなかったから、葉っぱにかけた方がいいのかな。あとはですね、あとはこちらのエリアですね、ここはいつも洗濯物をしてますなんですけど、もう下の葉っぱがですね、伸びてきて、草が伸びてきて、やっぱ洗濯物に当たるんですよね、と虫がつくから、ここはちょっと早めに枯れてほしいとこですね。まあテゲテゲで頑張ります。はい、枯れてきました。重たい、相変わらず重たいわ。今ね、見てきたらグリホエースってやつだったかな、わかんないけど、そういうやつでした。満タン入ってます。家の周り全部負けるように頑張ります。じゃあ、ここね、おひしばが結構大きく育つところ、こう巻きます。まんべんなく順番に行こう。
空っぽになったかな。行ってないと思う。入ってないと思う。ちょうど家一周巻いた。はい、ということで巻き終わった。大体ほんと家一周であのタンクが空になったかな。だけどちゃんと綺麗に巻けてたかな。やっぱね、やってるとあれ、これどこまで巻いたっけみたいな、ここ巻いた気がするけどみたいな感じで巻いてるから、また様子見てやな。あとはその巻きながら思ったんですけど、やっぱ根元に巻いた方がいいのか、葉っぱ全体にこう上からこうまんべんなくかけた方がいいのかがよく分かんなかった。どっちの方が枯れるのかな。まあ、前回はね、根元重点的にして枯れなかったけど、コメントであの使ってる除草剤によってはそのおひしば枯れにくいやつもありますよっていうあのご意見もいただいてたので、あのその種類なのかかけ方が悪かったのか、今回はちょっと上から全部まんべんなくねかかるように、背の高いのはできるだけ上から下にこう根元に向けてかけるようにちょっと意識してみました。またその辺のあの枯れ方の違いとか、あとこうやってかけたらいいですよってアドバイスありましたら、またコメントいただけると嬉しいです。もう草の除草剤かけは私の仕事になったみたいですので前回とかはこの辺のあのプラムの木の前のあたり全然かけてないとことかいっぱいありましたね。あの編集しながら、いやいや全然ちょ待てってかかっちょらんぞって思って案の定そこ綺麗に緑が残ってましたもんね。いや、あっちゃこっち入っちゃうからね、密集してこうバーって綺麗に入ってるわけじゃないから、ちょっとねなかなかあれだったけど、今日はこう一列一列守りながらなんとか巻いたけど、どうだったかな。まあまあうまいこと巻き切れたんじゃないかと思います。あとはね、やっぱちょっとのり面側とブルーベリーの前の草がだいぶ伸びてるから、こっちの草刈りをちょっと先にやらなきゃなというところです。ですがまあちょっと涼しいうちにねやろうかなと思ってますので、また時間お付き合いいただけると嬉しいです。ちゅうかで今日はこの辺りで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。好きでした。